次は高崎終点です。高崎からの乗り換えご案内申し上げます。新幹線を乗り換えるお客様、東京行き、新幹線東京行きは14番線です。2時1分の連絡です。新潟行きは12番線、2時31分です。長野行きは11番線、2時2分です。高崎線ご利用のお客様、上野東京ラインの熱海行き、高崎線普通電車上野東京ライン熱海行きは2番線です。2番線から1時49分です。特急電車の上野行きは7番線、2時5分です。高島線万座高口行きは4番線から1時55分です。両方線伊勢崎駅は6番線から2時7分です。八甲線駒川行きは3番線から2時37分です。力工事が終わります。上越線ご利用のお客様にご案内します。上越線の電車は高崎線高崎市発の電車はございません。新前橋からの乗り換えがありますので、6番線から発車いたします2時35分間の宇都宮行きをご利用ください。新前橋駅で上越線の始発電車に接続しております。上越線ご利用のお客様、6番線から発車いたします。両方線の宇都宮行きをご利用ください。2時35分の連絡でございます。途中の新前橋駅で上越線の電車に接続しております。上信電鉄線は JR の改札を一旦出てから乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。終点の高崎、まもなく到着です。5番線の到着でお出口は左側になります。降りの際にはお忘れ物をなさいませぬようどうぞご注意ください。今日もご利用いただきましてありがとうございました。